具志堅ファミリーの時間ですよ さあ、始まりました。具志堅ファミリーの時間です。時間です今日のお相手は、お父さんの。てっちゃんです。む <laughs> っちゃんです。三女の大学生のしおんです。はい。そして一番下の、ほさなです。今日もこの4人でお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。ますよろしくお願いします。はい,はい。私たちは具志堅ファミリーといって、家族で演奏活動をするグループです。え実、ー、の。 親と子でやっていきたいなと思います。この1時間はね、私たち具志堅家と一緒にゆったりまったりした時間を過ごしましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします <coughs>、えー。この番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは、7 6 1 a m k f m c o z a j p 七六一アットマークエフコザドットジェファックスはゼロ九八の九三四の八六五三。ええー、ゼロ九八。 えー、また、FM 講座では Ustream で映像と音声を配信しています。FM 講座のホームページから見ることもできますので、そちらもお楽しみください。えー、また、ツイッターも連動していますので、たくさんのツイートよろしくお願いします。 はい。ということでえ、まず1曲目紹介したいと思います。これはね、私たちのミニアルバムの中から、天まで届く風、紹介したいと思います。 はい、ありがとうございました。あのね、はい、あっという間に10月最後だねって言いたかったんだけど、今ちょっと考えてしまった。<laughs> 何<を>今何、あのさ、今日10月最後の木曜日だねって、うん、第一声で言いたかったわけ。うん、言ったけど、うん、今全然頭に出てこなかった。 っってことが言いたか数分は自分の中で考えたわけよあれと思ってから怖いねなんか変な感じがしたわけねそうそうそうあれと思ってそうよまあまあ本当にあっという間に10月最後のそれぐらいあっという間に水準なんだよ本当にね今日はね10月29カレンダーの枚数も残すところあとピラピラっと2枚と今年が終わりそう 早いね。早いですね。本当にあっという間の。デパートに行くと、この時期、クリスマスツリーが飾られてたり。最近、メイクマンでツリー売ってるの見てからびっくりした。今日から、あの、年賀状の発売日。そうなの発売日年賀状の発売日発売日予約受付日。どっちかどっちかだった。いや、いや、なんか最近してもちょ今日からっていうのがあってね。で、 来年度の手帳買いましたたかったそろそろ手帳が足りないな、もうこれ、12月以降のスケジュールを見たいけど、見れなくなってきたから、全部メモ書きしてたから、ちょっとこの調子じゃよくないなと思って、だから、でもあっという間に手帳が1年過ぎてしまって、早いって毎日思うけどね、でもなんか、あの最近、まだまだ私たちのクローゼットは夏物なんですけど、ちょっと風が冷たくなってきたね、そう、最近ね、朝と夜が寒いね。朝と夜ねうん なだから気温差がすごいわけよね。昼は暑いね。でもまあ半袖でも過ごせるような温度ではあるけどもうね来週再来週昼も夜も温度差あるけど半袖では過ごせるさせるよね。そう。夜はちょっと微妙かもしれないけどそう過ごせんええ今日寒かったけどな。風がねあるもんね。 そうそうそうまあだんだんねもう気温も下がってきて本当にちょっと風も冷たくなってきて夏も終わって秋はないけど沖縄はでもなんか夏から冬にって感じじゃない夏うんそうだね間がなんか微妙でなくなってきちゃってあのさ、冬ではないんだと思う逆に冬ではなくて秋なんだと思うこれがなるほど気温がが下らないからもう 本土の人からしたらこの気温ってもうあ秋の気温なのかわからないけど <laughs> もうね下がらないから、うん、もうそれが多分、まあ、秋の気温じゃないかなって思うんですけどそれが沖縄の人にとっては冬だから、うん、そう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 、ね、寒いねいいね <laughs> この季節は好きでお酒わくわくする <laughs> ど,どこにどう間に入ったらいいか今 <laughs> うんうんうんっていう感じのそうねとこなんだけど、うん、まあでも室内では蔵が。 16度がんが冷えております。寒いよ寒い。今今今こちらこちらスタジオの中。ただいま16度。そしてまあ半袖で。それで今こういう会話をしております。ただいま6時5分を過ぎたところ。はい。何の知らず5分も過ぎてないね。13分過ぎたところですね。右側見てた。 ん時,時差があるのかなと思ってまあ、でも、来週、再、はい、来週ぐらいに大阪行くけど、も、ま、う、あ、大阪はきっと寒いんだろうなって思いながら。うん、そうですね。来週ね。来週か。うん、ね、ね、なので、そろそろ大阪情報を。あの。求めたいと思います。ええー、大阪。え、お父さんが今シークワーサー転がしてる。えー、なんだどこ行ってきたから、シークワーサー持ってるわけ。ね、転がってるんだけど。<laughs> ここラジオだけど。<laughs> えー、やめて。これ、何にの。<や>魚に絞る。 あの、スープに入れて飲みなさいって。スープに入れて飲みなさいっていうことは、シーコーさん、ジュースにしれってこといや、それとは違うんじゃないああ、きっとミッキーからもらってきた話が、ばのバン飛び、飛んでるんですけれどもですね、まちょっと1週間を振り返ってみようかなと思います、大阪情報はちょっと後出ますね、で、えっとね、ま木曜日終わって、金曜日回って、えっとね、水曜日に、火曜日か。はい あのー、なんだただ、どう忘れしたさあ,あれがあったさ、あの池島であ<ー> AJ ホテルで行ってきましたね,ね、あのー、神戸からの修学旅行生が沖縄に来ていまして、その子たちの前で歌ってきましたね、そうだね、もうめっちゃ修学旅行生たち、高校生、総勢270、240、多,多いね。 300名近いね約300メートルなんかあの修学旅行でこの夕食を食べた後に一層ステージにガって向けてもうご飯も食べ終わってライブ見る体制にみんな整ってて私たち4人でねライブしたんですけどみんな真剣に聞いててびっくりしましたねそうですよねうもうなんか本当にあすごいなってちょっと逆にこの真剣さに圧倒され っ,たっていうか,なんかあこんなにも真剣に聞いてくれるんだって<ー>なんか嬉しくておーと思ってねなんか結構いろんな話したじゃんだからやっぱあの神戸,神戸兵庫県って言ったらこの沖縄のね戦争時代のこの島田明さんの話とかしてる時とか、うん、もう本当に。 真剣な顔してたぶん旅疲れでご飯も食べた後だしきっと眠い子もいるだろうなって思ったんですけど本当にみんな真剣に聞いてくれていやいい子たちだなと思ってねなんか最後には「むっちゃん」とか「しおん」とかそんなコールも聞こえて絶対ホサナの名前呼ばれなかったねホサナの名前は覚えにくいんだよ覚えにくいっすねって言われたから覚えにくいのとまっあの出だし最初だからってこともあるそうみんなが盛り上がる前にホサナです そしてお母さんのむっちゃんでーすって言ったらそこからみんなちょっとむっちゃーんだよね <laughs> <laughs> むっちゃーんコールから始まるよね <laughs> むっちゃんですじゃなくてむっちゃんと呼んでくださいって言ったらみんなねコールしてくれるからそれな<れ>のにニックネーム募集中じゃあホーサーでいくほっちゃんがいいほっちゃんでい行こうほっちゃんでいく <laughs> <laughs> ちゃんですって言ったらみんなそこから始まってシオンのあだ名はどうしようかなシンちゃんですもんね しん,んしんちゃんは嫌だな <laughs> しおんね,えねえーねーでいいよ嫌だだめだめだめみんなのねーねー <laughs> まあまあまあでもそんな感じで高校生の前で歌って、はい、でみんなもね終わったらバイバイありがとうって言って叫んでくれて、うん、最後には学生からの俺の言葉と花束もいただいて、うん、なんかつい最近まで私たちも高校生でこの 誰かが歌ってんのを聴く立場だったのにその風景が思い出してきてやっぱなんかあるじゃん、ね、芸術鑑賞会とか、ねうん、高校生の時中学生の時あって、うん、自分たちこの人たちの演奏を聴く時どんな態度だったかなって考えてからさおこんなに真剣に聴いたかなと思ってで去年さおさならこの津軽三味線の人たちが来てたわけよ。 すごくて結構真剣に聞いてたけどやっぱり友達隣にいるからおしゃべりするさしかもその日用事あったから早引きしてからちょっと心残り申し訳ないなってちょっと申し訳ないけどまあねそういうこともあるから終わった後にこの学生たちずっと待ってたよねたち出てくるのそうね最後までいたね写真撮ってくださいって言ってもう私服に着替えてるのに写真撮ってほしいとか握手してほしいとかサインほしいとかね車が 出るまでずっと最後まで見送ってくれてなんか素直で純粋で可愛いなと思ってさ、僕もファンになりましたって言って嬉しいよね。年下の男子でどう思いますかみたいなこと年下の男は恋愛対象に入りますかずっとってるけど。あと何年後待っててくださいとか可愛すぎだろでも2個しか変わらないからはね。だから全然年離れてる感じがしなくて。 17歳って言ってたよね。17歳、うん。だから一応、学年は被るんだよね。細が3年だったら1年生だから。だから全然なんか、おーって感じだった。いやいや、すごい近いね。なんか本当に若さをいっぱい吸収して、なんだろう、エネルギーをもらった一日でしたね。そうですね。そういうう素敵な出会いがありの、われわれはどんどん若くなるということでね。そうですね、いいことを続そんな日がありまして、また、 昨日もねライブがあったね、はい、昨日は2つイベントがありまして1つはあの中国の方々のなんかこの会社のパーティーかななんだろう、ねうん、会社のお祝いだ10周年記念みたいなものでちょっと歌ってきたんですけど30人ほどね、うん、中国人がいらしてで女性の方は、うん、あの着物着てたのにびっくりして日本の着,の着物をねでもこれは日本製ではなく、うん、日本っぽい。 着物で浴衣っぽい感じで<の>なんか中国で購入した日本の着物みたいなうんだからなんかちょっとなんかちょっと違かったけどでも日本っぽい服着てたね、うん、あの着物はね台湾行った時に見たことがあって、うん、あの帯が後ろこうくるんと回って後ろポンとこうくっつけるだけの浴衣のもっと簡単でちょっと背中が四角い 座布団くっつけない、うん、<laughs> そういうそのあのポイントがあって、うん、あき着やすそうな着やすそうだったねそういう服を着てて、うんまあ、日本を感じる沖縄を楽しむっていう感じで、うん、何かあの外国の人が着けるとぎこちない,い感じするよねだからやっぱり日本人じゃないんだって思う、うん、でそれがん、うん、それがまあいいんだろうな、ね、<の>それが観光の楽しみの一つだ何かその文化を味わう,う、うん、で,もでもそこまでしてなんかこう、うん、あの思いっきり 日本語楽しもううっていう感じ沖縄をエンジョイしようっていうのがあ現れるさうん、うん、沖縄に来る観光客がの沖縄に来る観光客が島通りに入ってたり、うん、あの下流集合に来てたり、うん、アロハとかサングラスとか、ね、そういうのに来てると、うん、あ楽しんでるなって感じするさで今のこの時期にやっぱりああいう着物を着るっていうのはやっぱりそれも一つ楽しみの一つだと思うね。うんうんまあ、ね言葉は通じないけど この沖縄を紹介できたなって感じがして、うん、あの音楽ね。音楽を通して触れ合えたから良かったなって思いますね。うん、こういう中国の方の前で歌うっていうのもそんなにね、うん、ないからね。楽しかったね。そう、ね、なんか良かった。まとまった形でね。30名を前にして歌ったっていうのは？ でもそれ歌いながら思ったんだけど、うん、この日中関係、うん、これで縮まったんじゃないかなと思うくらいに何かすごく大事な会のような感じがした。って何かあのだ,、ね、だって顔は本当にアジア人でしょ似てるでしょ言葉は通じなくても何かやっぱりこの触れ合えたっていうところでだからなんか人はやっぱりこう友達になるっていうことからだんだんこう。 そうい友う好つないでいくんだろうなと思ったらね、うん、すごいなんかいい機会だったなって、うん、いい機会だったよね本当にすごいやっぱ言葉とかは通じないけどやっぱあるさ感じるものとか聴、うん、く音楽とか同じ場を共有してることであるじゃん、うん、いろいろうん、うん、そういうのは本当にいいなと思った特にやっぱり感じるのはねやっぱ勝ち足だねああ<ー>、ね、いいよかったよかったあれよかったねじゃあ皆さんん一緒に立立ちちましょうってみんな立ち上がって、うん でそのリズムあのち,ょちょっとテンポの違う方もいたり踊りが激しい方もいたり、うん、あのい,いろんな感じであるけどでもなんかそれだけでもう終わる頃にはもうなんかこうさっきとは違うっていう輪ができたっていう,うんそれよかったなとまあ,、ねまあそんな素敵な時間を過ごして、ね、まあ衣装のまますぐにまた別の会場に移動してそこではえっとですね何て言うんだろうね な何の卒業式？沖縄青年会議所お勤めご苦労様。お勤めご苦労様。はいボランティアあれは。あのまずそういう感じでまああの<で>企画されたものではあり、まあそう,そういう働きがあるということ。この 企業のでも,でもなんか本当に日本のために沖縄のために日本のために頑張ってる人たちって感じがして、それぞれあの卒業式だったんだけどその挨拶の言葉とかもなんかね関係ない私たちも胸にしみるっていうかなんか一緒になんかそのお祝いをしたっていうって人たちが一つ40歳でいやそれあのもう役員とかはやっぱりあのこうねあの若返るからその時の40歳過ぎた方々はもうあの こうお,お休みしていいですよって役員からちょっと降りるわけ、ね、ねでまたまた新たなステップっていうかシニア界に僕は入りますとかいうそれもいいよね今後の活躍が楽しみだなってそれぞれの話を聞いてて思ったんですけどそこでもね、えー、とちょっとだけ歌を紹介して素敵な時間を過ごしましたね。うん、なんかか良ったたよねまそういういいにお祝いごとで 行けたらいいなまたそういうね、うん、皆さんがこうなってあの一つの節目として、うん、なんかそういう前でね歌えることもね,、うん、ねまあこれはねこの倫理からつながった一つの,、うん、その若いグループいろんな、ね、年代があるけど若いこの青年会っていうそのグループの中の,あの区切りを置いて卒業式っていうようなことを設けてるらしくて、うん、で皆さんボラ,ボランティアであのいろんなことをやってらっしゃる。 なんか自分たちの見えない部分の働きっていうのが本当にまあい多いんだということをねまた改めて思ったんだけど、うん、あ,あっという間の1週間でしたね <laughs>、まあ、はいそう,、うん、そうですねまた頑張りましょう1週間前はよ3週行ったら旬浮機たくさん並んでたよ <laughs> でも今は並んでなかった今 <laughs> 今は今日買い,扇風機買いに行ったら <laughs>、うん みんな寝てるわけね寝てるなんで寝てるってああ難しいな寝てたんだもう休みの時期か表にね顔がでかく出てないわけだからえ扇風機どうしたの姿みんなこっち片付いてますからこれからも適当にとってああそっかああもうそっか扇風機の時期はもうちょっと落ち着いてるんだねとあの一週間のこのなの変わるよまあそうだよねでもだいぶ ね、でももう今週、あの、ハロウィンが終わるさ、そしたらまた全部変わるんだろうね、クリスマスシーズンに。あー、あのさ、ゴーパチ通ってたわけよ、最近だけどよ、七通るさ、ゴーパチって。どうしたのよく通るわけ、ゴーパチ、夜とかさ。58号線のことです。そうそうそう、そしたら、右側からもう、もピッカーって光ってるところがあって、見たらイルミネーションやってた、あの建物一つだけ。ハロウィンの いや多分クリスマスに向けてかなと思うサハロウィンあんなピカピカしたそうだからえーと思っていやまだ10月だよと思ったけどやっぱりもうこの時期になるとそだんだん一つずつ増えていってもう街中がねキラキラしてから光るんじゃないかなーってちょっとワクワクするけどなんか寂しい気持ちにもなるわけよなんでかね一気に飾るというかねクリスマスの飾り付けはあの一個ずつ毎日毎日今年は私たちもイルミネーションやろう やろうね、やろうか。今年は頑張ろう。探してみてください。え、修の誕生日です。はい、ワクワクするね。はい。はい。ではね、ここで曲を紹介したいと思います。これはお母さんが歌っています。冷み勝負し、聞いてください。 はい、ありがとうございました、えー。ここでメッセージが届いていますので紹介したいと思います。はい、では <laughs>、えー、そうですね、こんばんは。朝晩がだんだん冷え込んできている大阪です。日が落ちるとぐっと気温が下がるので、薄手のストールを巻いて自転車に乗っています。しおんちゃん、ほさなちゃん、半袖ですね。やっぱり沖縄とは違いますね。<laughs> はい、確かに今年も残すところ。うん ですね <laughs> 友達との忘年会の日程決まりましたよ11月と12月2回も大阪に来てくれるんですね12月が決まっていたので11月のライブ情報は嬉しい驚きでした、えー、昼間はまだまだ軽装ですが先日,の、えー、先日夜の外出にダウンベストデビューしました上着は必要ですよ調節できる服装がベストですね にたんでしたといううこととですすねありがとうございいます、はい、いろいろあのツイキャスからもメッセージがありますね、はいいお願いしますあのマグさんから 1> <laughs> 第1回ファンミーティングの写真とメッセージに島ぞいりストラップ届きました、ありがとう、写真は額縁に入れて飾らないとね、島ぞいりはどこにつけたらいいかなとか、<laughs> で、イイ多分松尾さんなんだけど、松尾さんだね、てっ <laughs> ちゃんがいっぱい喋ってるところ見えて嬉しい。イエイ てっちゃんいっぱい話してるの見えて楽しいそうです。喋ってるお父さん。<laughs> あんまり。あんまり。<laughs> まあでも、なかなかしってるってよ。普通のライブよりは喋ってるはず、ね、だからね。<laughs> ついていけない。いやーね。ついていけないって。入ってきて。<laughs> でもまあ先ほどね、大阪のライブ情報の話を少ししてましたが、ここでライブのお知らせをしたいなと思います。あさって。はい。ライブ情報です。はいはい。どうぞ。 今月10月の31日土曜日、はい、これは沖縄中城ですね、カルバリーチャペルというとこで、はいえー、ハーベストカーニバルがあります。つまりパーティーですね。収穫祭食べたり飲んだり踊ったり、<laughs> すごいあのスペースが、そこなんか学校という感じがする、あ、そんなとこなんですけど。うんうん そこ一帯がもう本当にお祭り会場と早変わりしていろんな楽しみがあって私たちそこに出ます何時,、えー、時間は午後の3時から5時15時から17時ですね、はい、10月の31日です、はい、そして11月に入りますとえー、っとこれはね美浜観覧車の下、うん、そこでえー、っと 韓国かららゴスペル歌う方も来られますそこでちょっとゴスペル、うん、タイトルは何でしたっけゴスペルフェスタっていうかそういう祭りがあって私たちもその前半ですが出ます時間は18時から20時午後の6時から8時ですね、えー、そして11月の6日オボラダレンこれは大阪です 大阪の道頓堀にありますおぼらだれんというところで、えー、19時30分そして21時トゥーステージのライブを行いますいらしてください、はい、それからその次の週の14日これは国際通りにあります屋台村国際通りにある国際,国際通りのそばに企画だよだから 国際通りって言っててもいいかなだって国際通りあるかんとあそこに行けないもん <laughs> 屋台村っていうところがあって、うん、まあいろんなイベントでイベントでまあにぎわってるっていうそういうことを聞いておりますねえー、夜の6時と8時ーステージありますのでいらしてください11月14日土曜日です、えー、入場無料だよね <え>はい、入場するところは道のそばだからね。<laughs> 見るのをただ弱っていた。<laughs> はい、はい、<laughs> いらしてください。はい、屋台村が六時と八時ですね。で、十二月二十九日いよいよ八人だよ前週後家族八人がマネー一。 集まってライブをするという企画を去年は東京で行いましたが今年は大阪で、えー、全員が集まるとトランペットやトロンボーンドラムサックスそういう楽器ギターも入ってね、えー、いろんな音楽で楽しめるかなまた楽しみたいなと思ってますで年末でその後ライブ終わってまるまる2時間ライブが終わりのみんなで お疲れ様会をそのままこの会場でやりましょうっていうことになり、えー、来てくださったファンの方々も一緒にねあのやって、えー、行うというそういう流れですぜひ、えー、そこにもいらしてください大阪は「モエラドというライブハウスです12月29日で31そして2015年1月1日続けてこの2日間は AJ この池島 ホテルでですねそこでカウントダウンライブそして明けましておめでとうライブが続きますなぜ皆さん忙しいですが <laughs> あちこちどうぞいらしてください、えー、大阪行ってその後伊池島ですからね皆さんいらしてください<笑><笑>えーっとはい一応12月飛びあのー、ライブ情報は飛びましたがあその前にこれまた日アミちチ町川 ヒやみ勝ち町チも那覇市ですね、あれは。チュチュおろし市場バんえと、ヘイワドリ。ん那覇の平和通りにあります。ヒやみ勝ち町チというところ。そこでも演奏があります。今ちょっと、十二月十三日の情報は入れてませんでしたが、これも追加です。皆さんの新しい手帳にどうぞメモしてください。<laughs> 何かも言ったっけはい、よろしくお願いします。OK。 えっとまあ、いろいろライブ情報、細かくはシケンファミリーと検索していただくといろいろ出てくるのでよろしくお願いします。今年はビッグイベントは大阪でやりますので、まあ、普段ははシケンファミリー家族4人で演奏していますが他の兄弟たちも集まるビッグイベントがありますのでぜひぜひよろしくお願いします、はいで。またメッセージが届いてますので紹介したいと思います。 毎日のスケジュールの消化、大変お疲れ様です。<laughs> 世界の人類の音楽リズム、心、思いをすべて心に思い歌ってください。言葉を通じなくても音楽は心を伝えることができると思います。音楽沖縄の文化、歴史を心にしみるハーモニーをこれからもぜひよろしくお願いします。体に気をつけて、こちらは暖かい日と寒い日が繰り返し、風邪などの症状の人が多いです。今年も残り少ない日々となりました。頑張ってください。 神奈川のジじとばば<ー>さんから <laughs> ありがとうございますいや嬉しいねい胸に染みる言葉ですね,ね本当に神奈川のジじとばばって可愛いね,ね嬉しいありがとうございます本当に成長を見守っているんだなって思うようコメントですね,ねありがとうございますなんかあったかい <laughs> なんか優しい気分になったね今この時間の一言一言がなんかすごいよね。 まだまだメッセージもう一通届いてますよ。お楽してください。ね、はい、えー。では、ゆういちろうファミリーからですね。ありがとうございます。ぐしけんファミリーの皆さん、こんばんは。んんは明日はご近所22世帯44名参加のハロウィン大会をしますよ。1> <ー>えー、約1時間の間にトリック・ア・トリートを走り回るみたいです。<laughs> あ、トリック・ア・トリートと走り回るみたいです。ゆういちろうは、ゆういちろうマン、ちな、ちなみは、お姫様に変身する予定です。<ー>またフェイスブックアップしますね。 それと来週の道頓堀ライブ行きますねということですね。ありがとうございます。優、うん、い,いちんんいいじゃん、ゆういちさんは何 <laughs> 見たいよ。オリジナル？<laughs> オリジナル？<laughs> あ、これここれこの格好で。 ライブ来てライブおいでみんなでトリックアップしてちなみちゃんもお姫様になっておいで <laughs> うんかわいいあの近所でやるってそれまたいいねいいねあいいですねなんかちゃんと安全面もあるさ、うん、今本当にハロウィンのトリックアトプルってお菓子たくさんもらうけど今安全面とかいろいろ気になるところじゃないですかうん お付き合いもあるし顔を見し顔を見れるとそれもいいかなって思うとこんにちはのねいい機会ねでもかなみちゃんとゆうちゃん回ったらみんな幸せになるよねかわいい子たち来たってしかもウルトラマンとかなんとかマンとかじゃなくてもうしっかりしたしっかりしたキャラだよオリジナルね認められてね本当に素敵ですよ えー、いよいよ全国発信ですねゆう <laughs> ちゃんも全国デビューかな <laughs> <laughs> ありがとうございます,います、はい、ね、今日のテーマは何にしようかと思って今発表するのは遅いいいよ早く外国に行く時の事件や気をつけること気をつけることなんかあのあ<ー>ま。 お姉ちゃんが私たちのお姉ちゃんがハワイに旅行行くって言って何,、うん、何持ってった方がいいみたいな質問が最近あったから外国に行くってなったら構えないといけないことたくさんあるさ、うん、その話をしたなと思って、ね、やっぱでも海外ってなんか日本国内の旅行とは全然このなんていうのか感覚が違うから。うん もうその国がどういうふうかっていうのをちゃんと前もって知らないとねでしょだってさ本同じだよ沖縄と似てるんじゃないハワイって気候もハワイは外国のうちに入るかな一応入るけでもまあ日本は特別な国だしでもやっぱセキュリティはねすごい大きいと思うからまあねうんかいろいろ気をつけることあれじゃない やっぱなんかもし体調崩したときにって考えてあのなんていうの保険 <laughs> 薬とか持った方がいいと思ううあのだから、うんまあ、ハワイはね比較的そんなに注意することないと思いつつも、うん、でも、やっぱり外国は外国だと分かるところは、うん、自分自身の,この体調を悪くしたとき食べ過ぎ、うん、飲み過ぎ <laughs> 怖いよ、ね、美いしいものいっぱいあるからそしてまたいろんなのにこの当たらなあの合わなかった場合に。うん 食べるものに薬が欲しい、うん、薬がない場合にやっぱり普段飲んでる常備薬っていうのは大事だよね。だからお姉ちゃんもう2回目だからハワイってどういうところと意,外と意外と分かっていくでしょ。うん、そうでもな細長が南米に行ったさで、うん、まあ本当にあの何も大きい問題はなかったんだけど細長1回だけ熱出したさ。うん、もう、うん、ペロ そうペルーで、あの多分気温の変化にすごいやられたんだと思うんですけど、そか砂漠地帯でね、うん、なんかやっぱり天気もどんよりしてて、一応、偏頭痛もあるから、うん、もう晴れる日がないんですよ、本当に、もう、なんか青,青いのが見えなくて、青空が見えなくて、うん、もう全部雲で覆われてる感じ、<laughs> だから天気もだけど、この気温もすごい寒くて、あの格好とかね、やっぱ多分冷えたのかな朝晩の気温差がね。うん、だから本当に、ちょっと熱出したんだけど、 まあそれは一日の午前中だけで冷めたんだけどね、その熱も冷めたんだけどね寝てたたから <laughs> そ,うそのためにマスクしようとしたらね、うん、マスクしているのはよくないという。で、病院もあったし、うん、もうこの本当にあれこうあの、いい表にされて、日本人が来たって言ったら、さっさっさとお医者さんも来て、いろんな、ね、あの診察もしてくれて、あこそれはこれ、あれはこうするはもらったでしょ、の前にっうん、うん、治っちゃったんじゃない あ、えっと、あの時、うん、そうだねねペルーに行ってまあまあね、南米の話するとかなりそこはレベルの高い話だから置いてあいてシアンさんが <laughs> そのせっかくテーマを引っ張ってきて <laughs> 持ってきたのでこんなのに注意しましょうっていうのはきっと。 パスポートはそれい情報日本から出れないからねだからこの海外で気をつけることっていうのをあの10個10銭っていう感じでネットに載ってたのでその中で面白いなと思うのを紹介したいんですけれどもあの商品はむやみに触らない。 っていうのは、触ってしまっただけで料金を請求してくる店がある。だから、これかわいいとか、食べ物とかも触ると、買わないといけないことになって、かもするということもあるら。で、またペットボトルの水も水道水だったりすることもあるので、気をつけてとかもあるし。これちょっとボリビアであったねとか。あったね。水道水出すところ多いよね。多いってね。だから飲み物には気をつけないといけない。ねで、もう一つ、フロントからの電話。 ホテルに泊まっているときにこんな電話がかかってきたら要注意フロントですがお客様のクレジットカードが使えないようですカード番号を教えていただけますかという電話があるそうですそういうとあは、のー、詐欺師からこのカード番号を聞いてこの、ね、かカードの詐欺に遭う可能性があるのでそういう時はフロントに直接確かめに行くのがいいらしいというような<ー><ー>そういう詐欺の手口があったりとかでも,うもうちょっと。<laughs> あのこのこ粉ミルクっていうのがあってこの詐欺は赤ちゃんを抱えた人物にすいません、そこの店でこの子に粉ミルクを買ってきてくれませんかと頼まれるところから始まります赤ちゃんの弱々しい様子を見て多くの旅行,旅行者が言われた通りに粉ミルクを購入しその人物に渡してしまうのだ。 しかし赤ちゃんがその粉ミルクを飲むことはない。実は粉ミルクを販売している店の主もこの詐欺に加わっており、旅行者が渡した粉ミルクは店の棚に戻され、次のターゲットを待つのである支払た。支払われた代金は彼らの間で山分けにされる。 まあ、ただあ<ー>あの、いい薬物かなと思ったらそうでもなくて、うん、あ地道にこの粉ミルクを買ってお金を貯めていくんだ<う>とか寝、まあね、<お>偽物の警察とか,、うん、とかショッピングセンターでむやみに声かけられるのには要注意とかも一言でも話をしてしまうと思うね。うん 乗せられてしまうこと,とか<い>だから、あれとかあるよね、荷物とかいっぱい持ってるじゃない、海外だから。うんうん、だから、これ手伝うよって言って、渡したらもう盗まれちゃうとか、うん、本当にちょっとした隙が危ない。でも日本ってすごい安全な国だから、あの世界見てたら、安全な国だから、多分、すごい日本人、隙がありまくりだと思うわけ、ね、海外に行ったら。だから、カバンとかも本当に気をつけた方がいいと思うし、ね。 お金とかもね考えもしなってさ背中にケチャップついてるよって教えてあげてる間にすりがあるとかそういう風ななんかねいろんな手口があるから旅行は楽しいけどここで携帯なくしてしまったりとかさもう最悪じゃんっていうのはねいろいろ怖いね怖いのもたくさんですけどやっぱ日本と違うのもいっぱいあるから楽しみだね でもやっぱり海外行きたいね行きたい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 もうそれ今行きたくてたまらない聞けなめに会いたいんだお町は聞けなめに会いたいとかじゃなくてでもなんか見るもの感じるものすべて全部違うとドキドキしたいんだしたいでもね好奇心旺盛っていうことかなあのあのルイス先生のとこのあのアルゼンチンそう南米のねアルゼンチンはそういう法律にも関わってくることなんだけどその国を 出るときにこのチェックするときに、うん、まだ向こうの子たちが3人お子さんいて、うん 1>, えー、1人は抱っこ1人はあの 1> 背中におんぶしてっていうそんなもう手も足も塞がってるそんなときに足元にバッグを置いていてた、うん、それでこの手続きするためにどうしてもやっぱり手は1つバッグ下に置かないとサインしたりできないですよね。うん、それやってたらこのバッグを取られたわけ。 うん、取られたことによりパスポートがないわけ、うん、この子たちの、うん、証明になるものがないということで今現在それによって海外の旅行ができないことになってる再発行することができない国なんだ複雑なんだよねすごいねどこで生まれたかにもよるしなんかその なんていうの空港とかなんか生まれた場所がその時はあのアルゼンチンじゃなかったから、うん、余計ややこしいことになってて、うん、日本で生まれてアルゼンチンに住んでパスポートを取ってるからなんか日本で生まれてアルゼンチンの国籍を取ることができないみたいな感じですごい複雑な感じになっては今 別の国に行く旅行することができないっていう親のすごいその自分のせいだって思ってるそのもの今も持ってるっていうことうそういう子たちもいるって思ったらね,ねえなんとかちょっとね国を出るようなそんな思いあの取り戻したいねこのパスポートって思ったりするけど、うん、国の法律やいろんな政治的なものが変わらないと、うん、できないっていう。 そそんな国ももあるととといいううこともちょっと思い出しましまたうそうですね、はい、やっぱいろんなことがあるから本当にあにちょっとしたことでも少しずつ気をつけてあの旅行行ってほしいなと思いますで誰が旅行するのかわからんけどさ <laughs> 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 まあお姉ちゃんがねハワイに行くっていうことなんですけれども、うん、まあねあの悪いことがないように祈るだけですね。ということで1曲紹介したいと思います。これはマジムンのののの歌歌 CD の中からギノワン 歯衣の歌聞いてください <laughs> 歌歌歌多いね <laughs> はいでは聞いてください はい、あっという間にお別れの時間となりました。皆さん今日も1時間ありがとうございます。ね、また今日もいろんな話したね。<laughs> あっという間でしたはい、あっという間よ、1時間ね。はい、また、えっと、あさってで10月も終わりますけど、残り2ヶ月、2015年もね、楽しんでいきましょう、えー。今日は本当にありがとうございます、えー。この番組では皆様からのメッセージを募集しています。えー、メールアドレスは761 アットマーク fmcozar.jp、えー、ファックスは098-934-8653、えー、今日のお相手は具志堅ファミリーでしたお別れは花見木で行きたいと思います、えー、また来週お会いしましょうありがとうございましたバイバイありがとうございましたニヘデビタン